せーの今日もゾイフル,イフルさあ始まりました今日もゾイフル明けましておめでとうございますおめでとうございます,いますはい 始まりましたね。<laughs> はい、はい。結構ドタバタで始まったんですけども、はい、いや今日は余裕があるスタートでしたね。そうですね。打ち合わせもちゃんとできて、うん、はい。1時間前に着いたのが。<laughs> 珍しく<か>、<laughs> 今まではね、10分前に集まって何を喋ろうかみたいな感じだったんですけども、今日はちょっと余裕を持って話すことができるかなと思っています。うん、はい。はい ではあのー、<laughs> 番組紹介をまこよろしくお願いしますはいこの番組は琉球大学モダンジャズオーケストラによるモジョイズムの布教を目的とした宗教チックはちゃめちゃエンターテインメント番組ですはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますじゃまずは、はい自己紹介の方からはい、はい、始めていきたいと思いますでは若菜さんからお願いしますはい、えっとトランペットやってます東若菜ですよろしくお願いしますお願いします じゃあ次、マコお願いします。セナーサックス担当の本村マコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、自分が、えっと、はい、えっと、何でしたっけでしたっけ ?PM?PM じゃない。そうですね。音響を担当します。えっと、ナンバと言います。よろしくお願いします。今、楽器は、あの、ちょっと自分骨折をしてしまいできないので、主に MC をやっております。はい。よろしくお願いします。昨年。 ね見事模造的流行語大賞に選ばれたナンバーでございますよ。<laughs> おいナンバーみたいな、ね <laughs> はい。久々のラジオ出演でございますね。自分はだ、ね、はい <laughs> そんな感じになりたいと思います。<laughs> はいえっ、ー、と今日はじゃあどんなことを喋っていこうと思ってますか。<え>今日はえ <laughs> 今日はどんなこと喋りますかね。<laughs> いややっぱ一発目だからね。はい。今年一発目だからまあ去年の振り返りもしつつはい。 今年の、ね、いろんなことを話していきましょうね。<laughs> はいろいろありましたし成人式も今日やってます<う>やってることですし <laughs>、うん、そういったことを含めてしゃ喋っていきたいと思っていますはい,はいじゃあちょっとあのメッセージ募集のやつをマコ読んでもらえますかはいこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは 761‐FMCOSA.jp ファックスは 098‐934‐8653 また FM コ,コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいはいツイッターも連動していますのでたくさんのツイートよろしくお願いしますはいお願いします,、はい、しますさあそれではまず曲に入っていきたいと思います、はい、では1曲目岡野さん紹介お願いしてもいいですかはいとソイルピンプセッションズで「クラッシュ」 はい始まりました今日も「ジョイフル e、はい、しゃべってくださいって言ったんですけど <laughs> <laughs> はいそんな感じで始まりましたはい,はいではまず何からやりましょうかね去年の振り返りからやりましょうかコザ<お> <laughs> の忘年会ありましたね そう,ね、そうですねなんかツイキカスでもあのコメントしていただいたんですけども FM 講座の忘年会に出演させてもらいました、うん、演奏させてもらってはいどうでしたか演奏は演奏自体はあすごい楽しかったねあの時楽しかったですねなんかうん,なんかそうアンコールももらって アンコールももららいましたもらいましした本当は4曲の予定で、うん、だったんですけども会場の皆さんがノリが良くて、うん、アンコールをもらって5曲もさせてもらえるという感じでしたね、うんうん、すごい盛り上がって中にはお酒を飲んで気持ちよく演奏するメンバーもいて。本 <laughs>、はい、本当に本当にに 飲飲みたかった <laughs> 飲みたかったた、ね、<laughs> たかかっっでまあ車持ちだったんで、まあ、飲めないメンバーもいたんですけどですね、まあ、理想いえばお酒を飲みながらできるライブもあっていい,のい,いよなとかいう話は結構出てますよね。うんうん、でそ,うその演奏後に、はい、このいつも <laughs> ラジオよくいるタクティタクティ, <laughs> タクティさん。はい し梶原氏タクティと一緒にリスナーさん探ししてたら、はいはい、あこのよくツイキャスでコメントくださるリスナーさん探しをしてたら、はいまあ、よく毎週かな、はい、コメントくれる方にお会いできて、はい、すごいお会いできて写真撮ったりとか喋ったりできて。はいあ 楽しかった。あれはもうびっくりしましたね。いねはい。AKB ファンさんのことなんですけども、<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます、はい。あれは本当びっくりしました。えー、いやタクティさんに急に僕も呼ばれてえ何、ー、のことだと思ったらあーみたいな、えー、わざわざ AKB ファンさん来てくださってそうそうはいめちゃくちゃありがたかったですねもうなんか。うん まあまあまあ当たり前ですけど <laughs> まあ現実にいたんだみたいな感じで、ね、<laughs> 僕はみ幻みたいな幻みたいな <laughs> なかなかね実感が湧かないので、ね、<laughs> おうしいみたいな感じで <laughs> 本当に存在するのかみたいな <laughs> <laughs> そう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 なかなかね想像しにくい部分ではあったんですけど <laughs> そうね <laughs> 楽しかったですね、あれは。<laughs> すごい、私体調不良でいけなかったんで。あ、<laughs> そうだったね、だったねなんかね。<laughs> あれは盛り上がです。<laughs> なるほどあ、そうなんですね、はい。うん、さあ、さあ。さあ, <laughs> <laughs> さあ、去年いろいろありましたね。いろいろありました。うんうん、何が印象深いですか、去年。<laughs> 去年の出来事で全部,全部の中で全部のなこう中でですねはい私はやっぱりあれじゃないですかザマミジマのライブあ<ー>ザマミジマライブ本当に初めて初参戦だったんで去年そっかこんなに楽しいんだっていう。 そうですね。ぐらい楽しかった。自分なんで行けなかったんだろう、なんか行けなかったですよね。あ、じゃ、実習中だったんだな。実習中でね、ちょっと行けなかったんですけれども。はい、写真を見る限り、楽しさをなんよく伝わってくる。ライブでしたね。若菜さんは何かありましたか?。私は、ええ。あ、なんかもう。やばい、急に思い出せなくなってる。年だな去年は、一応、ライブもいっぱいしたし。 自分は幹部の学年ではいモジョの初心者バンドの方の一丁まとめるっていうか、はい、なんだうんそのそこを担当してたんですけど、はい <laughs> まあ、いろいろやっぱ反省とかあって、はいろいろ考える機会にもなったし反省も多いので、まあ、今の。 <laughs> なんだなっていう <laughs> 今後に役立っていくっていうかそうそうそう私もう今は次の幹部に任せているのでそうですね、はい、<laughs> そっちの方にアドバイスしたりとかそっちの方に回っていきたいなとは今年は思っているんですけどそうですね喋、はい、<laughs> <laughs> れたかはいそうですね まあ去年いろいろありましたね <laughs> はい僕もなんか個人的にいろいろあった年なんですけどもそうね、うん、骨折したりインフルにかかったりさまざまなことがあってもう役年だなんで今年はもういい年になろうと思ってますよ <laughs> <ー>すなるじゃなくてもうなろうと今年はいい年にすると思っています <laughs> そうねはい、はい、そうですね自分はあのラストライブよかったですね 楽しかった東南植物楽園東南植物楽園の方で12月25日あのクリスマスの日に本当にやらせてもらったんですけどイルミネーションいっぱいの中でモジョとしてもラストライブで年内ラストライブでやらせてもらって楽しかったですねすごい綺麗でしたねイルミネーションイルミネーションがすごい綺麗でしたねすごいみんなで回って楽しかったです。 昼から夜までずっといたけどね飽きない飽きなかった難破君は楽しかったですかか楽しったんですけど僕の場合ですねみんなと行動したかったんですよちゃんとみんなと行動してきて僕が最初イルミネーション綺麗だから見に行きませんかってみんなに話しかけたじゃないですか。だっったたけけ話しかんですよ そして行こうと思ったらそしたらですよ、うん、なんかまあちょっとその間はちょっと他のあのー、出演者にちょっと挨拶とかしてたんですよね。<ー>で気づいたらみんないなくなっててあれと、うんうん、でちょっと追いかけようと思って <laughs> <laughs> そしたらまあ、あのー、見事にみんなとはぐれてしまってあ綺麗なイルミネーションの中男一人で。<laughs> <laughs> 回るという結構広かったですよね結構広くてみんな見つからないですよねそしたらクリスマスってこともあって本当にカップルが本当に多くてラブラブなラブラブな感じでその中を俺一人歩くと初めてクリスマスにそういう現場に居合わせたわけです今まで生きてた中でクリスマスって言っても僕は家族と過ごしてたので。 なうらやましいとか言いながらもまあねあまり意識してなかったんですけど、うん、<laughs> 初めてクリスマス、うん、カップルだらけのとこに男一人入って、うん、初めてもう涙が出そうにしました、うん、<laughs> ごめんね私たちが楽しんでる間にそんなことあったんだ、ね、ごん、ね、<laughs> ごめんなのであ後で確認してもらったら分かるんですけど、えー、集合写真僕 <laughs> 一枚も入ってないです。 <laughs> みんなでわーって言うやつで僕一枚も入ってないんですよ <laughs> そっか、はいはい、そうなんですよねあクリスマスの日足も怪我してたよねそうねなんか靴下がクリスマスから母とか言ってたけどあはいあのー、まあちょっとあのー、<laughs> 以前あのねあの怪我したあの親指をねちょっと怪我したんですよねあの夏休みに足の、はい、足を、うん、あ,あんまり痛い話なんで詳しくはしないんですけどそれでちょっと爪がね <laughs> ちょっとあのおかしくなっちゃって その爪をクリスマスの朝にちょっとぶつけてしまってさらにちょっと「わあ」みたいなすごいねピンポイントで「わあサンタさんが来ちゃった」みたいな感じでサンタさんの色になっちゃったので「もうんて日だ」みたいな「なんてクリスマスだ」みたいな本当にそんな感じだったんですけどまあもうその爪もですねかったことに 今年の1月3日に綺麗に取れまして、はい、新しくもう速い変わっております。ああ良かった。いいことです、いいことです。はい、もう痛い思いしないので。ああなるほどね。ぺきって取れました。お良かったね。なので、も本当に今年はもう生まれ変わった気分そんな感じですね。はい。なるほど。ま去年は年末、年末どんなどんな風に過ごされましたか皆さん。年末。はい。あそうです、私あったや。 ノロウイルスだあのノロウイルスだったのかもわかんないんですけど29日の夜に帰省したんですね空港で吐き気が止まらなくてはい空港ですごかったんですよでトイレでずっとこもってて結局10回近くおうとしましたねえ閉じこもってでも帰ってすぐじゃあもうノロウイルスにかかっちゃったみたいな帰っててか空港ですいや 行きのまだ飛行機乗る前ですね飛行機も出発時刻迫ってて私名前ずっと放送で呼ばれててやばいやばいやばいギリギリ乗り込んでみたいなえ飛行機でもえじゃ帰省先でもちょっと2日ぐらいは寝込んでたみたいな病院行ったの行ってないですえ行ってないで飛行機の中が最悪でしたね飛行機の中私トイレ貸し切りでトイレにずっといたんですよトイレでも何回か 多分ノロウイルスだったんじゃないかなと思って、えー、もうあれ死にそうでした本当に。<laughs> 大変だね。その日はもうずっと寝込んで、結構最な<ー>最後の最後で。 なんかやばかったですね。航空券なくすしみたいなね。いろいろわかるわかる。いろいろやっぱ重なってきますよね。そういうの航空券なくしたってきたね。それでのバタバタと急に連絡が来たんですよ。わかさん僕のラインに航空券なくした。これからは難波くんをバカにしませんみたいな。何のラインなんだ。何のラインなんだって言っやばかった。あさ多分その日に僕も帰省したのかな。あそうなんだ。 で僕は僕で、うんまあ、と俺の隣の,あのは客はエロ坊主だったよみたいな話をして、まあ、ちょっとあのダンディーなエロいお,お坊さんだったんですよちょっとあのゲスな話が大好きなお坊さんだったのではっていう LINE をしてるときにマコはお腹を壊してたと本当にきつかった新たな事実ですね。すごい,、ね、いろいろあったんですや、ね 早期わ割と好きなんですけどねでも最悪なことに帰って受験生の妹に移すっていう高3でもうセンター試験あと2週間それはちょっとねつらいねごめんなさいって感じでにまあまあじゃあもう来週センターですねやばい頑張って頑張ってほしいですね 僕らの元メンバーにもまた今年受験っていう人もいますからぜひぜひ龍大に受かってほしいし龍大に受かる来年の今年の新入生の皆さんぜひモジョへっていう参入もうすぐですよもうすぐ4月になって新入生入ってきて新しいニューメンバーに出会えると楽しみだね楽しみ あっという間ですね。うもう入学したのなんて、もうもう二年経つんですよ。もうわかなさん三年ですね。う三年経ってるんだ。経 <laughs> ってるよ。<laughs> <laughs> 僕らも二年経って。そうなんですよ。ね、えーはい、あっという間だ。そうだよ。さあさあさあ、じゃあもう今年はどんな年にするかっていうのを後半聞いていきたいと思うんですけど、ではまず曲に入りましょうかね。<お>先に。じゃあ僕が選んだ曲なんですけど、はい、まあ。 あの僕が久々にあ僕もあの帰省したんですねあの正月、うん、そしたら、うん、まあ妹がちょっとオシャンティーな曲聴いてて、うんえ「これめっちゃいいねど,どうしたん?」って言ったら「うん、あこれ弟が勧めてきたんだよ」みたいな「うん、え弟めっちゃおしゃれになってるやん」みたいな <laughs> そんな感じでちょっとショックを受けた曲なんですけども <laughs>、はい、そうなんですよそういうちょっと変なエピソードがあるんですけどぜひ聴いてほしいなという <laughs> はい、はいえーっと「日食夏子さん」で「水流のりょ で「水流のロック」っていう曲なんですけども <laughs>、うん、はいそれを聞いてほしいと思います。 はい、えー、日食夏子さんで「水流のロック」聴いていただきましたはいなんかねドラムとピアノだけなんですけど、うん、なんかすごいおしゃれじゃないですか、うん、おしゃれですよね初めて聴いた、うん、なんか勉強する時とかよく聴くらしいですあそうだおしゃれだなおしゃれてるねちょっと弟久々に帰ったら、うんはい、身長も高くなっててびっくりですね、うん、<laughs> <laughs> そうですねはいありがとうございます はい。いただきました。清流のロックでした。ありがとうございます。はい。さあ、今日は、今日は成人式ですね。うん、はい。このメンバーの中にも成人を迎えたメンバーがいます。います。はい。はい。マ、ま、コちゃん。マコですね。成人式。はい。おめでとうございます。<laughs> 成人おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっと、実家が鹿児島なんで、もう1月5日に。 成人式を終えてきました、うん、あすごい <laughs> どうでした成人式 <laughs> すごいめっちゃ楽しかったですね私も遊び狂ってました <laughs> 本当に四日連続飲み会だったの四日連続朝まではい 4日連続朝帰りで昼寝てまた飲み会で昼夜逆転ホントに帰省したのに本当親不孝だな最高だねそれね楽しいよね本当にみんな毎日違うメンバーで小中高小中高もうそれぞれあったんだそれぞれありましたねどんなことで盛り上がったどんなことで盛り上がった あ、でもやっぱ小学校とか結構もう立ってるじゃないですか<っ>日が、うん、あの時誰が好きだったのとかでお<ー><ー>じゃあなかったですか盛り上がるあ今だから言えるみたいな,たいな <laughs> あったあった気がするうん <laughs> <laughs> あったねその話友達はいろいろ告白されてましたねああそれで実った人とかいるいた実った、いや。 それはまあ知らないですねあ,あでも後日とか結構あるよ<え>成人式マジック<あ>ですよね成人式マジックってよくあるって聞くんですよあ,あるあるかなきっ、えー、うんもういいなうらやましいなしばらくは怒るかもよ <laughs> この余韻みたいな期間は <laughs> マジですかええー。ななでちょっと気になってるあの子も実はもう成人マジックでちょっとつ <laughs> ながってるみたいなえ わあ、んじゃない。まあ、分かんない。片思いの方、気をつけてください。はい、の気をつけてください。あの子はちょっと狙われてるかもしれないですよ。うん、<laughs> いやいやいや。実体験ですか実 <laughs> 体験なんどう。どうでしょうね。どうでしょうね。このちょっと、あの、一、二週間僕ちょっと落ち込んでると思って考えてもらって大丈夫ですか。<ー> <laughs> ちょっとあまり顔色が優れないかもしれないですね。はい、わからないです。何もないです。僕は成人式何もなかったので、はい、気になる。あの子にも会えず、はい。ちょっとちょっとあったんですよ。自分楽しかった。か思い出なんですけど、小6の卒業式、はい、卒業してから。 小好きだった子がいて急に恋バナいですね中1の夏に告白したんですけど中一はいはいはい返事こずそっからすっごい気まずかったんですねえそれ直接会ってあの思いを伝えたのいや友達なんだけど友達には手紙をお願いしたあお勇気なかったんでその当時はそれでも気まずくてずっとはいでもそう8年ぶりに 喋りましたねやっと成人式で久しぶりに会っておおやっと喋れたみたいな、ね、えそれはちょっと最初やっぱ緊張したいやもう吹っ切れてましたねもうお酒もちょっと入ってるしもう、うん、そっかもうそういう感じでこう回ってきたんで一人ずつカミングアウトみたいなああ順々でほあいいねそれはドキドキしてああ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  喋れる友達に戻ったので8年ぶりにそうですね、うん、まあよかったかなと思ってうんいいね。 いいねこういうのねこういうのいいですねキュンキュンするキュンキュンしてしまうので羨ましいですはいいいですねなんか和川さんありましたそういうのはいや私はなかったです早いです早いですもうちょっと考えてくださいか成人式にちょっと久々に会った友達とかいましたいっぱいいました私ははいでなやっぱ変わったねとか言われました あなんか、はい、うん言われましたねなん私えでも小学校ぶりのはいあ、うん、不思議なんですけど自分小学校ぶりの友達には変わってないねって言われるんですけどはいはいはい中学校とか高校ぶりの友達にはめっちゃ変わったねって言われるんですよ珍しいですねそれはなかなか,からなんか <laughs> 元に戻ったんかなみたいな小<ー>髪型とかな <laughs> それかなそうかもしれないね。一周回って元に戻ったかも。まあ、いいことじゃないですか、それは。そうか、そうか。えー、面白いですね、そういうの。うん。そうですね。あいいですね。僕はもう、小中高全然変わってないと言われるので。あ、そうでもないよ。いやいや、何をしてるの大学時代のナ難破君しか知れないけど、だいぶ。 一びっくりした、うん、あの小学校時代は僕に会ったのかなって今考えたけど結構ね変わらないみたいですね声,声は変わったねって言われますけどあ<ー>意外と服装もあまり変わらないんですよね。あそうなんだ、まあ、未だに中学校 あの高校時代の服を着てるので、友達に捨てろって言われてる。捨てろそれはみたいな。親がいいんだね。や親には言われたんですよ。さすがに捨てなさいって。捨てようかなって思ってる。まあ服もあるんですけど。そうですね。いいですね。そろそろさあの自分で服選べるようになった方がいいと思う。選んでないの。 ちょっとこれいまだにお母さんそうですね仕送りしてもらってはいないんですがいやあんまあうん服はねさすがにね送ることはないんだけどこの前正月に買いに行きましたよね今着てる服もそうなんですけどはい。 あのまあねちょっといろいろおしゃれな服を買いに行こうって言われて「<laughs> うん、あいいよ」って言って「<laughs> <laughs> いいよ」ってだから俺はよく分からんから母親がこれどう「これどうこれどうあいいねいいねあいいんじゃん <laughs> あっまああったら着るよ」みたいな感じで着れてもらっていますあ<ー> <laughs> そうですねそれはちょっと問題かもしれないですね <laughs> そうななんんんでですす服が全く分かんないんですよ、ね、あなるほどね。なんか 親,親についていくっていうイメージで、うん、楽しいっていうあんまり感覚がなくて<ー>服を選ぶのにどうですか皆さんえっどうですか、ね、<laughs> 女性の皆さんってやっぱ早めから自分でやっぱコーディネートしたいと思うんですかいつかいつぐらいから選び出しましまた<ー>自分で服を小学生あこれ欲しいみたいないお母さんと買い物は一緒に行くけど選ぶのは自分ですよねうんですよねうん そそうそうこれは好みじゃないとか <laughs> なんばくんやばいって20何歳21ですね今年で、ね、22になりますねやばいやばいやばいですね、うん、親離れしないと <laughs> <笑><笑><笑>えだから服教えてほしいですめっちゃファッションもああのおしゃれアイテムとかも欲しいんですけどなんか友達と行けばいいよ買い物、うん、男友達とそうですねなかなかみんななんか、うん すでになかなか教えてくれないので結構僕伊達眼鏡とか好きなんですけど意外な家ではずっと伊達眼鏡かけてたんですよ。なで本当沖縄に持ってこようか迷って持ってこなかったんですけどなんであの。 その眼鏡かけて髪の毛寄せたら完全にトレンディエンジェルのタカシになっちゃった、ね、<laughs> <い>なんでこれ面白いな持って帰ろうかなと思ったんですけど <laughs>、まあ、持って帰んなかったというちょっとあのそ,れをそのギャグを親戚の前でやったら受けたんですけど<お>父親だけ「お,<ー>お前面白くない?」 それは面白くないって言われて、ナンバーへこんだっていう。<laughs> なかなか厳しいですね。はい、今父はもう関西の人なんで、お笑いには厳しいんですね。ねはい、はあ。ちょっとハゲネタはお前、滑った、今滑ったって言われて、まあちょっと悲しくなっちゃう。<laughs> はい、難しいですね、ちゃんと。えー、はい。<laughs> という感じですね。曲行きます。曲行きますか。はい、じゃあ。じゃあ、まこ、まこの。 うん、曲いきますか。マコちょっとこの曲マの。マコの成人式の、ちょっと待ってくださいね。今探しておきます。はい。そういう曲ですか。かそういう曲ですよ。高まる <laughs>、はい。マコが好きな曲でもあるので。では、うん、マコ、えー、紹介お願いします。はい、あのディズニーの、あの魔法にかけられてっていう映画で流れている。思いを伝えてっていう曲です。 お願いします。 はい CM 開けましたはい <laughs> ちょっとここで難く君の小学校時代の話を聞きたいな小学,小学校時代の話をするんですか <laughs> あれ違ったっけっ <laughs> あ何何何何を喋るの、うん、恋愛事情恋愛事情恋愛事情と言われましても、うん、まあ自分あのねあのー、まあ何回かこのラジオでは言ったと思うんですけど、うん あの男子校だったので小学校から中,中高ね小中高9年間もあ十12年間も12年間も、はい、<laughs> 12年間も男子校だったのでそういう恋愛関係は全くありませんでしたね、うん、唯一あったとしたら高校ぐらいの時ですよねの他の高校との交流会みたいなのがあってあ<ー>それでまあ ちょっと一目ぼれしてまあ実は彼氏いて「ああ」みたいな「はやっ」か同じ交流会に行ったね男の子がその子を好きになっちゃって気づいたら二人は付き合ってた僕はそれを半年間知らなかった知って「ああそうなんだ」よかったね半年知らなくてだいぶね だいぶダメージ大きいですよ。早めに知りたかった。そうですよ。<laughs> 生物の時間に知ったんですよ。急に。<laughs> みんなね、みんなね、寝てる生物の時間にね、急に喋り出してね。みんな寝てる中、俺一人だけブルブルですよ。<laughs> みたいなそうやったんかみたいな。怖いで。ちょっと寝てるふりしてね。涙をこらえて。<laughs> もう、そういう感じがありましたね。懐かしい青春時代の話です。<laughs> あれあれ、あれ違うか。<laughs> あれはね、ちょっとまだあの、突っ込みにくいとこですね。はい <laughs> はあ、そうですね、あの今日は成人式なので、<laughs> うんまあ、お外にはあの成人式の皆さん、沖縄の成人式、なんかすごいらしいですね、ね去年、僕、見てないんですよ、うん、私も見てない。はいなので、ちょっと楽しみにしてるんですけど、<laughs> <に>で今日は飲み会が僕、ありまして、<laughs> うん、去年、成人式だったメンバー、浪、まあ、人会がありまして、浪<ー>人メンバーで飲もうっていう。 会がありましてそれで僕が楽しんでくる予定なんですけどもど課題を何も手をつけてないまま行くのはどうかと思いながらブルブルしてます、はい、<laughs> そうですね時間もあれなことですし今年どんな一年にしたいかみたいな感じのことを喋ってもらいたいなと思っていますさあ考えついてますかうん<お> <laughs> ではじゃあ若菜さんからどうぞお願いします私ですか、はい、今年は行動力を高めたいなと思ってますおおすごいちょっと ミキさん、あのこの文字を作ったミキさんにもねよく行動力だ行動力だってめっちゃ行動力が足りないって言われてるんで、は今年こそねいいですね。とりあえず日本出ますよ。おお、日本出ま海外に出ると、はい、日本出ます。はい。最初はあどなんか行くんでしたよね香港でしたっけ？韓国です。韓国だ。あ尿発用してきます。 さあ、続きまして私はやっぱ今年、教育実習もありまして3年生ね。あるし、もじょも幹部ということでリーダーシップっていうのをリーダーシップがね、ないんですよね、私や。ちょっとやっぱ教員になるものとして高めていきたいなっていう。 ですね、自分のこともしっかりしつつ周りも見え,見えるような、ね、このサークルでねリーダーシップを身につければ将来のためにも役に立つし、うんね、ちょっとこれガチなガチな目標です <laughs> いいですねいいですよいいですよもう、はい、そうですねじゃあ自分はなんですけど、うん、そうですねあの皆さん結構い <laughs> っちゃってたんですけど、うん、僕はもう本当に挑戦する 年年にしたくて今はちょっとね去年の後期から去年を漢字で表すなら僕は山だったんですよさっきも言ったんですけど本当に夏休みまですごい楽しくて離島に行ったりとかしてうわっ楽しかったんですけど後期になってちょっと転がり落ちるようにちょっと海気がね逃げてきまして。 けが、ね、はするし、うん、骨折はするし、うんまあ、ゼミっていうのがあるんですけども大学で、うん、ゼミにねちょっとね「君は来てほしくない」とか言われて「えあ、ー、みたいなど「どこに行けばいいんだ僕は」みたいな何を勉強すればいいんだみたいになって <laughs>、うん、ちょっと今ちょっと結構低迷中なんですけど<ー>これをね、まあ、ちょっと反省として、うんあのー、挑戦することを恐れちゃったなと後半。うん、ちょっとまあ 部長になってあまりね、うん、ちょっとおじけついて部長っていう看板に、うん、なかなかその前に出てやりましょうとか言えなかったなと、うん、なんでもう今回、うん、もう8月までですけど、うん、頑張ってもう前に前に出ていきたいなっていう,、うん、もうそうした方がもう残り2年ですし大学生活、うんうん、3年生めっちゃ楽しみたいなと。 考えております。いいね。はい、うん、ありがとうございます。あっという間だよ。はい、本当にそうなんですよ。じゃあまずはい。じゃあ曲をじゃあ聞きましょうね。はい、ええとキャラバンっていう曲をじゃあ聞きたいなと思っています。では聞いてください。キャラバンです。 はいさあそろそろエンディングが近くなってきました皆さん皆さんはね今年の抱負どんなんでしょうねはいあ始まってるあ始まってますよ始まってますまて、ね、急に始まりました申し訳ないです <laughs> 何も言ってないのに <laughs> ちょっっと待ってくださいねじゃあちょっとエンディングの曲流しますよ。はい、エンディングこんなふうだっていうやつですね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、流れ出しました。はい、セプテンバーでございます。はいはい、さあ,どう、まあ、まだ5分ぐらいあるんですけど意外と、うん、意外と長いんですけども、うん、さあ、さあ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 ,さあ <laughs> どうしましょうねまま <laughs> まあ今年あライブ情報でもまず流しますかそうだね。 はい。じゃあ、ライブ情報、じゃあ、マコ、わか、覚えてる忘れた。あ、俺、じゃあ、俺が言いましょうね。お願いします。はいはい、はい、早速なんですけども、1月の12日、来週の、ああ、もう、あ、来週ですね。来週の木曜日に、 早速、ストリートライブを、チャタンの方でやりたいと思ってます。<ー>えー、初め、はあ、初ライブ2012明けおめ、明けおめストリートライブっていうことで、いきなりやっていきたいと思います。あ、はい、いきなり噛んだね。なり、はあ、ましたね。<laughs> はい、大事大事、ね、まあ、その後、<laughs> えっと、1月の21日の方の土曜日に、えー、チャタンの方で、なんかイベントかな、うん、イベントです。他のいろんなダンス、 グループも集まってなんかイベントがあるらしくてそれにジョも参加させてもらえるということでそこでもやっていきたいと思いますそしてね現在今ジョではピアノを大募集しておりますピアニストがちょっと今ですね不足しておりましてピアニストを大募集しているので皆さん興味あり方いらっしゃったら周りに声かけていただいてぜひジョに遊びに来てくださいね 一回ねあのー、ライブを見ていただいたらね、うん、あのどんなにあの文字が楽しいバンドなのかっていうことが分かりますので、うん、ぜひぜひ体感してほしいなと思っておりますはい、はい、ですかねまあこういう感じですかね、うん、はいどうでしょうか、はい、今日まだまだまだ残ってますねね <laughs> 意外と残ってますねいつもだったらこれで終わりって感じなんですけど、うん、意外と残っているのでうん さあ話残したことありますか皆さん話残したこと今年まあそろそろね大学生はね、うん、期末テストがあって春休みって感じですね春休みすぐ来るよねそうですよ、うん、もう23月はもう春休みですよ、うん、はい、うん、皆さん予定ありますもう春休みバ、うん、バイトバイトト <laughs> <laughs> お金を稼ぐのもありです、うん、お金使いすぎちゃったからな冬休みちょっと遊びすぎましたね <laughs> そうだね楽しかったや今回ね春休みもね文字はね活動していこうかなっていうふうには考えているんですけどいい、ね、まあそこら辺ね後々ちょっと話し合いながら決めていきたいなと思ってるんですけど、うん、いいですね、はい、どうしましょうね <laughs> どうしましょうね <laughs>、はい、春休みやりたいことありますか若菜さん あ私春休みに韓国行くんですよあ韓国はいはいはいで、うん、韓国の予定ってどんな感じであもう本当に3泊4日ってことしか決めてないんですけどお<ー> <laughs> なんかい,いいですねもう自分初海外は韓国って決めてたんで, <laughs> で3泊っていうのはいいですねでそうそうそううんなんかいろいろ落ち着いて見れそう3 <laughs>、うん、泊は、うん、あせっかく行くからねあ誰と行くんですか <laughs>

春休み <laughs> うんなんかね春休みなんかやりたいですね、えー、まだ全然俺予定立ててないので <laughs> ねえパスポート俺まず取らなきゃな<お>海外取ろうよ、えーまあパスポート取ったり、うん、ちょっと。 僕は秘密の練習を行いたいかなと思ってますね。え、なんだろう、なだろう、私たちも知らないんですよ。ね教えてくれないの？教えるのか、怪しい。まあそこまで大して秘密でもないんですけど。はい。え、まあちょっとね楽しみにしておいてほしいなということあります。楽しみだ。ね、今 MC を担当にやってるので、もうどうですかね MC。僕の MC はめっちゃでも成長したと思う。うん。最初は本当にね。 最初はね勢いだけでねそれが良かったりもしたよほん声はいいみたいな勢いもめっちゃいいその勢いを大切にして今後ねちょっとちゃんと何を言ってるか分かるようにそう日本語ね、もうちょっとねゆっくり喋るようにそうしないと何を言ってるか分からないって言われるので日本語の練習 LINE も何言ってるか分かんないそうですねライよく言われますね文章がおかしいと言われますそれはあの教授からも言われてるのでちょっとね <laughs> レポートの質にも多分論文が、ねはい。多分だからみんなそうですね、うん、では残り、はい、短くなってきましたのでじゃあラストですね、はいはい、では皆さんじゃあ最後今日もジャイフルで締めましょうか はい。じゃあ、皆さん、今日も、ジャイメディありがとうございましたありがとうございました。